ミッキーのミラクルハッピーデイ。今日はレイカとミッキーこと峰山キヌヨがお送りいたします。皆さんゆたしくウニゲーサビラー。今日何日、ちなみに今日7月の30です。あ、30日か。早っもうあれだね、8月に入るんだ、うん、明日で7月は終わりです。あ、そうか、明日まで31日まであるんですね。そうなんだ。意外とね、毎日を忙しく、なんでか分かんないけれども、うんうん、もうレイカさんは夏休み入ってるでしょ。入ってます、うん、2週間ぐらい。どないですか。楽しいです。もう遊んでしかない。バイトはどうなってますか。あんまり入れてないんですよ、夏休みだからそうだね、うん、もうなんかね、夏休みイコール学生はバイトっていうイメージが、実はね、私中学からバイトしてたんだよ。あのね、いとこっていうか、おばさんとかいとこがね、みんな株式でね、あの流棒、今の流棒じゃなくて旧流棒ね、旧流棒、まあちょっと距離が離れてるだけで、あの古い流棒ね、まあ新しくリニューアルはされてるけど、あの古い流棒の時に6階のトップスっていうレストランをね、おばとおじが経営してたわけね。で、私はあの夏休みとか春休みとか冬休みは借り出されて、ウェイトレスをしてたんですね、中学生なのに本当やってはいけないじゃん、でもあの時はあまり厳しくなくて、なんか聞かれたら高校生ですって嘘ついてでも見るから中学生だわけ、ちっちゃいし顔も童顔だったから、絶対小学生ですとか、小学生ではありません絶対小学生ではありません、犯罪になりますからでもね、ウェイトレスしてるでしょ、おじちゃんおばあちゃんたちとかが、お兄ちゃんたちがね、チョコレートくれたりとか、みかんくれたりとか、結構もらいました、なんかかわいそうと思われたのかな違う、ね、当時ね、家泣き子だったかな、そういうなんだかかわいそうなドラマが、おしんとかね、すんごいかわいそうなドラマが流行っていたかな、もっと前だったかな、もう忘れたんですけど、まあ、とにかくそんな感じのちょっと悲しいこうお話、小さいでっち暴行してとかね、いじめられて偉くなるみたいなの話が多くて、それであの先生はそういう風に見られたのかもしれない大丈夫ねとか、手が荒れてないねとか手さわやもされたけどね私はもう純粋だから、大丈夫です大丈夫もうあのうちの親が経理してたから、うちの親も、見ててから、そばから見ててから、ほら親子って言ったらね、あれだから親子って言わないわけね、でまたお偉いさんとかも食事に来るところだったから、もうあのお偉いさんとかにもどこの子って言われたら、いえあの宜野湾市から来てますみたいな、親って言わない、まあそんなねちょっとあったよなんか本当かわいそうな子を演じてたっていうかねまあ給料も安かった。今時給最低賃金700円だった、600、あでもなんか最近上がりましたよ、10月から上がると710円ぐらい、いくらかみたいな、そうだけど、私の時はね、最低賃金いくらだったかな、あ600円ぐらいで雇われてたかな、と思う、とにかくそうだったよ。でも中学生でもらえたらいいかも、そんぐらい。あそうなの、だって、あそっか、朝の新聞配達ぐらいだもんね、中学生のバイトってね。だけどね、内地でちょっと前だけど、建築関係で体が中学生でもらう、70とかあるさ、で建築関係で土木で、バイトして、こっそりバイトしてて、身元を隠してよ、そして事故に遭ってから大変なことっていう話を聞いたことがあるわけね。結構だからね、体大きいとね働くよね、働かされるあんた体大きいから大丈夫だねとか、また男の子はね特にほら親を助けたいとかね、こう多いからね、まあいろいろだと思うんですけれどもね、ま、何の話してるのみたいなバイトの話ですよ、ね、もう最近のバイトってどんなのがあるの。でもいろいろなんだろう、最近さ面白い仕事見つけたよ、なんかあの沖縄の那覇市にあるらしいんだけど、ゲームの対戦、対戦でお金もらえるんですか、そうとか賞金得られたりするじゃん、もうこのそのベテランの子の人たちが相手にして、またその人たちもまたその商品を狙うわけよ、賞金を狙って、
最初大体ほら上位に行くさ、うん、この専門だから、それで運営してるっていう会社があって、はめっちゃいい、うん、なんていう会社か忘れてたけどめっちゃいいよね、うん、もうあでも、まあ、私今ねパソコンで曲を作るという、ね、キューベースっていうものを使ってやろうとしてるんですけど、うん、実はもうなんていうの諦めかけててさなんでかって言ったらその前にシンガーソングライターっていうやつを扱って作曲してたんですけど、うん、それよりはるかにも複雑、うん、もちろんもうあの、ね、ソフトも高いわけ、うん、で福原楽器のある方に指導を受け、あのソフトも全部コーディネートしてもらい、でその方はベテランだわけね、で毎回習うたびに、うん、お前はバカか同じこと二度と三度と聞くんではないよと、うん、と言われても、もう自分は習った曲がないわけよ、初めてですと初めてじゃないのに初めてですとか言って、うん、言って行くたびにもうこうまたこれまたこれみたいな感じで、うん、でもめげないで、うん、あの諦めるわけにはいかないんですよ、うん、お金かけたんでだからレイカさんもね、うん、一緒に勉強しようねって言ってるけど、今レイカさんもちょっとあのフェスとかね、うん、いろんなね友達付き合いで忙しいのでねまあレイカさんが暇な時に相手してくれると嬉しいな、うん、もう全部、ね、新しい情報っていうのはもうこのレイカさん、まいちゃんね、それから私の周りにいるあの生徒さんからこうちょこちょこちょこって習っていくんですけどもね、だから多分私の年代で使いこなしてるっていうのは珍しいかもしれない、うん、あのやっとここまで来たのよ、やっとだよ、もう全然できなかったもん、とかもういくらか周りの方たちに助けてもらって、この私がいるか、もう一人でねどの子のやったっていう人なんかね、すごいなんか尊敬する、一人でやったことない、もうね全てもう周りのね方たちのねおかげ、うん、おかげ、今もそうなんですよ、今上王者までね、あのカラオケサークルね持たせていただいて、最近からなんですけどね、まだ始めて1ヶ月もならないんですけど、もう皆さんマダーム、前言ったね、あの上品なねマダームたちなんですよ、であのフラをやってるとか、みんなお上品なね、あの礼儀正しい方たちで、もうお片付けも準備も全部やってくださるわけ、うん、もう大人なんですねでもね、私が誤字雑字があると突っ込む先生これはじゃなくてにじゃないとかあとか言ってまあもうねとってもあの助かります、間違い探しですよろしくお願いしますってもう最初で言っとくけどね、もうね一生懸命やってるんですけど、あのこれわざと間違ってるんじゃないんですよ、わざとじゃないんですよっていうことで、まあね、はい、それではまたこれから後なんですけれども、カラオケでね勉強できるかどうかっていうね、うん、まあ、レイカさん前言ってたから、その話をしていきたいなと思います、うん、その前に CM をあのお送りしたいなと思います、 CM よろしくお願いします。ね、はい、じゃあカラオケでもう練習になりますかと、このまま読んでいいから、うん、これも読んで、ね、これは私の友達が言ってたんですけど、来てから読みますね、みたいな感じで言ってみるから、うん、分かる、いつもタイトルから先ね、うん、で、注意するところとかもありますかって聞いていいよ、まずこっちからね、うん、これもこっち、何をしてもいいんですか、何のまで、うん、先生がこっち来るから、歌手のさ、ほらアーティストの、うん、そこっちさんも見るわけ、うん、10分前です、あ、はい、いただきます、5、4、3、ミラクルハッピーデイ、続いて、皆様にお話ししたいことがあります、それではレイカさんどうぞ、カラオケでもあの練習になりますかっていうことなんですけど、あの友達が、はい、歌を上達させるには、うん、ボイストレーニングのスクールに通うのが一番なんだと思ってるんですけど、うん、このなかなか通うことができなくて、うん、でそんな場合は、うん、カラオケに行って歌うことでも歌の練習になるんですか、はい、なんか注意点とかも教えてもらったら、なるほどね、うん、そうですね、こっちなのかな、カメラ、うん、カメラこっち、これです、はいはい、ですね、基本やっぱりあの
レッスンに通った方が、まあ私カラオケの講師もしているので、まあ教室も持ってるのでね、そういうのかって思われるかもしれませんが、そうじゃないんですね。やっぱりね、自分で音程を聞き取るとかね、いうのはどうしてもね、楽器でね、まあギターで教える人もいるんですけど、私今でキーボードね、キーボードとかピアノね、安定した音程で、教えることができる状態。また楽譜があるとね、レイカさんよくわかるよね、レイカさん習ってるんで、私からよくわかるんですけど、はい、習っててよかったと思うことは、思うことはまずレッスンで高い音が苦手なんですけど、この入った時よりは多分出るようになったから、そこあれだね、発声練習だよね、発声練習でね、キーコントロールするんですよ。ね、真ん中の歯のどの音から2オクターブ上ぐらいまでいるよね、で1オクターブ下まで真ん中の歯の音からね、歯って言ったらどの音なんですけど、からね、1オクターブとちょっとね低い音までね、レイカさん出るんですけれども、こういう音域とかもわからないじゃない、カラオケで叩いてたら、ほら、好きな曲とその人にマッチング合っている曲は違うので、そこなんですよ、そこなんです、それから、音符に、表されてるのはやっぱり作曲家の人がね、ちゃんと書いてるっていうのもあるんですけれども、もちろんその後歌手が味付けするっていうかね、スパイスになってるかな、演歌でいうと拳ね、でポップスでいうとシャウトしたりとか、またちょっと味付けとか言ったりするんだけどね、飾ったりとかね、ね、レイカさん上手だよねちょっとこの人癖がっていうのがあるので、そこのところはね、またね、直していきたいなと思いますが、もちろん個性的に歌うっていうのは大切なんですけども、最初にやっぱり、楽曲を提供する作曲家の人たちはシンプルで、なんていうのかな、癖のない歌い方を好むんです。私もそうだから、私も曲作って提供するときはやっぱり癖があるとね、うんってなるわけよね、そのまま歌ってもらって、その後に、じゃああなたらしく歌ってごらんとかね、いうのはいいんだけど、癖っていうのは、なんていうのかな、あんまりくどいと好まれない、カレーもあんまり辛いと食べれないみたいな、ちょっと味クーターもね、毎回味クーターだとちょっとね飽きるでしょ、そういうことなんですよ。まあそういうこの駆け引き、曲の中に、一曲の中に駆け引きというのがあるんです。だから淡々と歌って盛り上げていく曲か、または昨日はサビだらけの曲聴いたよ、なんていうグループだったかな、3人のグループ、中間で歌ってた、これでタオルフェイスで一番人気があるって言ってた、あ、Mステとかでしょ、Mステで、フェイスで一番人気があるって言ってた、ずっとサビだわけ、なんていうグループだったかな、忘れちゃった、男の人、そうM がつきよったけど、なんだったかな、もうなんだったかな、昨日覚えたのにとにかくずっとサビダー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 、ずっと、ずっと聞いてたわけ、どこでオチがあるんだろうと思ったら、ずっとサビだわけ、だからみんなこう盛り上がるんだって、なんかね、上なんだったフェスで人が流れ込むのが多い、多ければ多いほどいいみたいな感じでやってたんだけど、タモリさんがね、最近のフェスってこんななんだみたいな、私もやっぱり最近の曲ってごめんなさいだけど、ストーリー性がなくて、別に特別聴く必要ないなと思う時もあるけれども、でも昨日聴いたら面白かったね、ああ、まあなんだ、オキラジのオキラジね、じゃあオイラジだ、オリラジ、オリラジ、オレラジ、あ、違う、オリラジオリラジ、そう、オリラジ、そう、オリラジさんの新しいバージョンやってたよ、パーフェクトヒューマンの新しいバージョンやってたんだけど、見た昨日、なんかちょびっと聞いたぐらい、超面白かったよで、ボーカルが入ってた女の子のボーカル、ね、あれ沖縄の子違う、わかんないし、同じ年だったよ、18、高3って言った、で、面白かったダンスもグレードアップしてて、すごいと思って、もう見とれてたんだけど、で、浜崎あゆみも出てたんだけど、ちょっと顔変わってない、わかんない、昨日見たフェス、見なかった、
浜崎あゆみさんの顔が少し若干、うん、あやっぱりもうあ年齢を重ねたからかなとは思うんだけど、うん、別にシワが寄ってるとかじゃないよ、うん、大人っぽくなってた。あで歌もあの歌から急に転調したりなんていうのかな、ちょっとね激しい歌になるよった、うん、あーって言うとけ、うん、えってあれハードロックみたいな、うん、え浜崎あゆってバラード系じゃないのみたいなと思ったんだけど、うん、多分自分を壊したかったんじゃない、うん、でも合わなかった、うん、昨日聞いてていやー通してほしかったなと思った、うん、ちょっと合わなかった昨日曲ちょっとがっかりしたなんで他の人いっぱいこういう歌い方する人いるんだから、うん、あなたはあなたの良さでやけいあのなんて歌ったらいいんじゃないのっていう感じはしたんですけれども、うん、浜崎さんの気持ちも分かる、うん、私もそうだからね、うん、最初クラシックシンガーでしょみたいな感じで敬遠されてたんだけど、うん、ロックも歌う演歌も歌うってもう美空ひばりやったらバリバリみんなに喜ばれて、うんうん、先生え演歌歌えるのどう演歌歌えるのなんでクラシックシンガーでしょっていやなんでクラシックシンガーだろうとなんだろうと歌える人は歌えますよ、うんまあ、歌わない人もいるけどねプライドが高くて、うん、いや私の場合はもう音楽スケベなのでとかって、うん、ちょっとね別の意味でいろんなものねジャンルをやるのが好きなんでって言って、まあ、曲も作るしね、うんまあ、っていうことなんですよ。あそうだカラオケでの注意点なんですけれどもね何を注意して歌ってますかレイカさんの場合は。レイカはやっぱマイクの音量とかそうだねミュージックの音量そう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 音楽バックオンをねあの大きく鳴らす人が多いね、うん、でねこれはねシニアの方に多いんですけどもエフェクトエコーエコライザー、うんはあ、半分以上ね私が今教えてるところにもあのカラオケがあるんですけど、うん、半分よりも10度ぐらい、うん、要はあの2時の方向まで上げられてるわけ、うん、びっくりだよワン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 だよ、うん皆様ママママママなるんですよ。あれは耳障りですよ。皆さん注意してくださいね。エフェクトは、12時じゃなくて10時ぐらい、うん、10時ぐらいが一番いいですよ。あはいはいはい。あいつも楽しく聞いています。ところで質問です。エイサーの地方をやっているのですがん？エイサー声を潰して喉を強くする。ノーノー、これいつの時代の話よ。江戸時代か。あごめんなさいありがとうございますコメント。えとんでもないですよ。喉潰したら一生もんですからね。ねレイカさん前話したよね、うん、何生体の隣には食堂があるんですよ。あもう生体の今度ねあのあれもあの持ってきます。図解あのその病気のね喉にポリープができた状態のね。あ大変ですよ潰したら。それこそ一生治らない喉のねあの手術する名医っていうのは外国にいるんですよ。日本にはね数少ないですからね。その方に当たらなかったらどうするんですか。元戻りませんよ。ユーミンさんとかねそれからさだまさしさんとかね有名人でもあのユーミンさんの場合もそうなんですけど失敗ではないですよ、うん、成功はしたんですけど声が伸びなくなっちゃった。だから悲しいことがまっすぐしか歌えない、うん、昔違うの新井由美さんの時代の時は、ね、結婚する前ね松任谷由実じゃなくて悲しいこと、うん、ちょっとねあのセクシーだったんですよ。でもあんなまっすぐにしか歌えなくなったのは声帯手術の後、うん、ですから、ラオネームさんですね。ララオネームさんありがとうございます、うん、これ違う合ってる。ララオネームさん間違ってたらごめんね。ごめんなさい。あの強くとてもとんでもないです。潰してはいけません。それは全然知識のない人が無責任に言ってる言葉なのでそれはやめてください、うん、で逆にあの口パクでお願いします。大きくでこんな感じで私が勧めるのはいつも口パクです。生徒にも言ってます。あの体育会系で声を出せどうのこうのって言って根性だどうのこうのっていう方がいますが、うん、とんでもないですよ。ボイス外国ではボイステレーナートレーナーがね各学校に専属でいるところもいるんですよ、うん、あるんですよ。こんな大きい声出させない日本ぐらいです。日本人ぐらいです。で喉潰してもう生涯ガラガラなんです。ガラガラ平賀さごえとか言うんですけど沖縄の方言で、うん、ガラゴハス、まあよく言えばハスキーで、あれハスキーっていうのはねあれはもうなんていうのなんて言えばいいのかな。例えばジャズとかでハスキーボイスっていうのは重宝がられますが、うん、もうね大変なんですよ。あのね、うん、綾戸千恵さんわかりますか。あの人も声帯壊してるわけ。あ
あの髪で、そうで、かだからライブしたら3日開けるってよ。あで彼女もそう言ってます、潰さなければよかったって、やめてくださいね、お願いします。で扇風機の前でこうあーって声出すのとか、それからね、海で風に煽られながら、うん、あーって出すの、あれ気持ちいいんですけどね、あの海に向かってじゃなくって陸に向かってやってくださいやるんだったね。もうほんとほんと、それからそうだね、まあ、喉を痛めるというとそうですね、お話だからね、話し家の人ね、明石家さんまさんもなんか喉潰してるけど、うん、あの大変なんですよ、うん、あの他にもいますよ、あのほらご機嫌ように出てた小坂井、うん、多分そうだと思う、昨日も話さなかったよ、うんうん、あの番組で言ってたけどね、だからあの話すという行為も声帯をものすごく酷使するんです、知らなかったでしょ、うん、私うちで喋りません、あのそうですね、ドゥーチームにはたまにしますけど、しゃべれません、うん、だから先生っておしゃべりだよねイメージって、うん、なんでうちで全然喋らないのってあるけど、いやいやいや休めとかないと、うん、いざという時に声が出ないから、うん、って、なんですよ、レイカさんどうぞ、はい次質問、はい次、これありがとうございます、はい、なんか真似をしてもいいですか、何の真似、あの犬歌手なんで歌手じゃないですか、歌手歌いたい歌手の、歌いたい歌手の真似はしてもいいんですかっていうこと、うん、よくね、あのその人の真似をすると歌手だから、うん、うまいさね、うん、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、アイドル系だったら別だよ、うんうん、あの16だからって歌わせますよね、彼女みたいな歌い方は、あれはあの私童謡歌手と言ってるんですけど、うんうん、あのまあ格好昇華的な歌い方なのでね、うん、まあ真似をするっていうのはある意味あの楽しいし、私もやります実は、うん、いろんな人の真似をしますけれどもね、あのその真似はとてもいいことなんです、うん、なぜかっていいこいいね、まあ、いや人に認められてる声なんだから、うん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 、いいわけね、ただ今さっき言ったみたいにアイドル系と実力派歌手、うん、違いますからね、アイドル系の真似をするとアイドル系っていうのはわざと上手に歌わない中井さんみたいに、うん、そうあれがキャラだから、うんうん、人もいるんですよ、だからそれをあのそのまま真似て あなたも受けるかって言ったらそういうわけではないですか、うん、言ってるわけだね、うんうん、その人だから受けるってこともあるんで、やっぱりね実力派の歌手の真似をしていただきたいなと思います、うん、まあ、フォイットニー・ヒューストン亡くなってしまいましたけどね、うん、まあ、マライア・キャリーもそうなんですけど、あとどなたがいる、いい、日本人だったら誰がいる、よん日本人、あ、彩香さんいるね、あ彩香さんがいる、あとたくさんいるよね、うまい人ね、うん、ユーミンも大好き、うん、まあそんな感じでね、あ、残り3分なんですよ、だから真似は大いに結構です、ただ悪いところまで真似しないように、うんうん、そこの判断はやっぱり私たちプロに任せていただくと嬉しいんですけど一応プロですはい、あと、なんて他に質問ありませんか、大丈夫、あ、うん、今リスナーの方からね、うん、質問があってすごく光栄です、ありがとうございます、ララオネームさん、あのまたお待ちしておりますのでよろしくお願いします、うん、ないですかと、なんか全然関係ないんですけど、うん、このすいませんって、あ、そっか、言います、すいません、うん、すいませんって言葉ね、うん、私の場合はごめんなさいとか、うん、あ、申し訳ございませんでしたとかいう言葉も使うんですけど、うん、確かにすいませんっていう言葉よく使うよね、うん、なんかあったら、うん、あ、すいませんみたいなありがとうもすいませんで言ってない、いへ、ありがとうって言うべきところ、ああ、まずすいませんから、うん、とりあえずすいませんみたいな、うん、でもすいませんっていうのはへりくだってね、あの言う言葉なんだって、うん、だからできればいろんな言葉であの表現した方が、うん、言葉というのはね、日本は言葉の文化なんで、うん、例えばありがとうございますはもちろんだけど、うん、ね、まあ、一平二平デービルという美しい方言もありますしまた、そうだね、うん、あ、申し訳ございませんでしたっていう言葉もね、うん、綺麗よね、うんうん、だからあ、綺麗だなっていう言葉はもっとどんどん使ったらいい、うんうんうん、いいんじゃない、だからすいませんは悪くはないんだけどね、うんうん、そういうことだそういうことだ、はい、そういうことですです
私事ですが、私はミッキーの音楽教室というのを、させていただいております、うん、話し方教室もしております、そして歌、まあ、ボーカル、そしてピアノも教えておりますので、はい、ピアノはラグナで月1弾かせていただいているのと、それから、ボーカル教室は大蛇の上大蛇の公民館の方でさせていただいたり、あ、来週から老人福祉センターでもね、歌謡カラオケの講師として、勤めさせていただくことになっております。毎週木曜日です。12時から2時までなんですよ。もう定員がもう50名以上集まったので、もう募集してないんですけど、うん、あ、はい、また、はい、来週もミッキーのミラクルハッピーデイ、毎週土曜日の11時半から12時までの30分です、うん、皆さんゆたしくうにげーさびら。はい、レイカさん一言、はい、一言あ、どうしよう、何を言うか、コメントちょうだいでもいいさ、あ、うん、キャス見てる方、はい、できたらコメントください。一緒に楽しみたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。聞こえ方ね、ありがとうございます。